なんかさ、やっぱこの業界いるとさ、芸能人と付き合ってみたいなって思うよね。そういうタイプだっけ？それもうさ、二十歳になる前にさ、なんか終わったの、そんな。そうそうそう。NSC とか、そういう時に思うやつ。今思う。もう18、19で、マックスぐらいで、もうないだろ。もうないよ。やっぱ憧れるよ、やっぱり。もうだって28よ。28。もう地に足つけた方がいいよ。うん。地に足つけ、頭、雲抜け、その前に前に前に、手をつなげば、高い。高い、高い。なんでデフテックのマイウェイ歌っちゃうの？どうした？いやでも28でも夢見てないよ。いや、なんで戻れんの。まあまあ、夢見るってことだよね。夢は目指してくれよ。夢が希望になるしな。まあまあ、本当に。一個の夢ではあるな。だから、その、もっと手前の目標にすればいいじゃん。手前。それ、本当にその、付き合いたいとかだとでかすぎるから、夢の一個として、手つなぎたいとかだったらさ。手をつなげば、いや、ちょっと。で、お前は弱くないから、いつまでもそばにないから。なんで入っちゃう？いや、まだまだ。違う違う違う。なんでハモったりとか止めてんの？急にお前歌うんだよ。お前もだよ。なるほどな。歌ったら。まあでもそっからか、まずは。そっからじゃない。なんで戻れんだ。手繋ぐとこから。でもなんかさ、手繋ぐための逆算を何かっていう探せばいいんだよ。でもそもそもさ、俺釣り合うかな、芸能人と手繋ぐとかさ。どういうこと？やっぱ、どういうこと？そもそもだな。的にさ、その芸能人が例えばもうジョーだとする、ジョーのジョーだと、そのテレビ出てるような芸能人がまあジョーのジョーだと、まあそうだったら俺はジョー中下の中でどれだと思う。まあでもこういう業界にいるからな俺らも、うん、ブスじゃない。ジョー中下で発注だったよ。ブスか。デフテッサンシャインマイクランセグゾンデノーレノーレ。地に足つけ、頭雲抜け、進む前に前に前に。手をつなげば怖くないから、そこまでお前は弱くないから、でもいつまでもそばにないから、ビリビ前へ前へ前へ。ビリバメイ。歌えないかこの先。2020。ファーストテイクで聞いたけど。ファーストテイ。やってたけど、久しぶりの再会みたいな。いや、ハイタッチなかった。でも、雨はでも、上中下で言うと、前や。前、ちょっと、待って、ぶつけをつなげば、ないから、前からはいけん。前からはいけんよ。前からはいけん。そんな無理か。難しい。ベリーバマイ。ベリーバマイ。歌えねえのに好きなんだな。